東京15区の補選もですねちょっと気になるんでさんお話を聞いていきたいかなと思うんですけどもかあの須藤元気が意味わかんないんですけど何なんですかねこいつこういう注目の選挙区にはね謎なんですよねいや僕は何回も会ったことあるんですけど不思議ちゃんですよだからやっぱ格闘技の選手ってコアな人気があるから通っちゃうんですよね やっぱアントニオ猪木さんからのね、店頭、はい、でね。うん、長谷さんとかもそうですよね。選挙区では、でも、どうかちょっと分かんないですよ。うん、まあ、もちろん、地獄は落ちると思いますけど、これはもう圧倒, <laughs> 圧倒的に音ださんだと思いますけど。僕は、そう、音ださんです、ね。いや、これはもう完全音ださんですよ。小池さんもついてるし。はい で小池さんはだから音武さんを後継者にしたいんでしょ。あ、そういうことなんですか。そういうことでしょう。あ<ー>だって蓮舫が後継者になったら嫌でしょ。まあまあ俺も嫌だけど。確かに。<laughs> <laughs> あ、あ <laughs> そういうことで、ね。蓮舫都知事なんてもう地獄ですよ。まあ、そうですよね。本当に。<laughs> でもねやっぱ東京都はとにかく伝統的に左翼が強いんで確かにねえ箕辺さんとかその後のほらあの意地悪ばあさんとか青島由紀夫さんとか青島由紀夫さんは本当に東京都市博を中止しましたからね公約通りあれもうみんな泣いてたと思いますよ関係者大阪万博を中止するみたいやでもやっぱできちゃうんだと思って。

だからいや僕は小池百合子さん別に好きなわけじゃないけど、うん、だけど蓮舫よよりはいいですよ <laughs> どう考えても <laughs> いや一応ねこの中で言うとね秋元司君ね僕の弁論部の後輩なんですけど、まあ、最高裁に今上告中なんですけれども。はい まあ今司法制度改革訴えながらね選挙戦やってるんですけど正直きついと思いますよ。まあ頑張ってほしいですけどね、僕とさ。あ、票はまあまあ取ると思いますよ、多分。ありがとうございます。本当。ちなみにあの日本保守党から飯山さんもあの出馬ということなんですけれども。まあ初派扱いになってますね。初派扱いになる。妥当な選じゃないですか。独自の戦いということで頑張ってください。あとはあの維新の金沢さんがもともと結構強いんじゃないかとて言われたんですもんね。はいはい当初ね。言われて本当でも乱立気味ですよね。 なんか一般のそういう Z 世代とかが知っているのも乙武さんしか知らないんじゃないかなって思っちゃいますね。と、うん、名前が一致すると思わず一票入れちゃうのそうですねううですなんかそれこそガーシーさんが当選した時みたいに、はいはい、乙武さんってももはやインフルエンサーでありタレントみたいな存在でもあるので、ね、やっぱ目立つっていうのは一番大きいですよね。うん、確かに乙武さんはやっぱりあの不倫のところまで引きずってますからね。 これ不倫問題ないからな、うん、ああそうですね不倫,問題不倫問題ないですから大丈夫だと思いますけど